クリミア自治共和国は国際社会の多数派によってウクライナ領と承認されているクリミア半島のうちウクライナ政府直轄の特別市であるセバストポリを除いた地域を管轄する自治共和国である。2014年クリミア危機においてロシア及び親ロシア派の自警団が全域を掌握して住民投票を実施しクリミア共和国としてロシア連邦に編入したが ウクライナ政府及びアメリカ合衆国、欧州連合、そして日本などの諸外国はロシアへの編入を認めていない。ウクライナ国内でも特にロシア人及びロシア語を防護とするウクライナ人が人口の半数以上を占める。このため、ソビエト連邦解体直後の1990年代には独立が図られたもののやがて収束し、自治共和国という体制が続いてきた。 しかし、その後も、ウクライナの中で、親ロシア感情の強い地域であり、2014年のクリミア危機で、貴族問題が再燃することになった。自治共和国の国名は、ウクライナ語で、ロシア語で、クリミアタタール語で QRM、ムーターカムホリーエティといい、いずれも同じ単語を、それぞれの言語で表現しているのみで、全く同義である。 2011年改正のウクライナ憲法第10条では、ウクライナ語のみが公用語として定められているが、クリミア自治共和国では公的な場合を除き、ウクライナ語が使用される機会は少なく、広く用いられているのは、自治共和国の住民の大多数が母語とするロシア語である。また、先住民で全人口の1割程度を占めるクリミアタタール人の言葉である。 クリミアタタール語も用いられている。クリミア半島にはもともとトゥルク系ムスリムの国家、クリミア半国があり、多数のムスリムと少数のギリシャ聖教徒、アルメニア聖教徒、ユダヤ教徒が居住していたが、ロシア帝国は、半国を18世紀末に併合して、以来、国策として、スラブ人キリスト教徒のクリミア移住を進めてきた。この政策の結果、クリミアは、 ロシア帝国の末期にはすでに、ウクライナ周辺の中でも特に、ロシア人の占める割合が多い地域であった。1921年、ソビエト連邦は、クリミア自治ソビエト社会主義共和国を置いたが、すでに人工的に少数派になっていた、クリミアタタール人には十分な自治権は与えられず、第二次世界大戦中には、クリミアタタール人追放が行われて、自治共和国は廃止された。 自治共和国の廃止によりクリミアは、ロシアソビエト連邦社会主義共和国のクリミア州となったが、1954年、ウクライナソビエト社会主義共和国へと移管された。この移管は、行われた時点では、ソ連の解体は想定されていなかったため問題とならなかった。1九十一年のソビエト連邦の崩壊に、絡む十二月一日のウクライナの住民投票では、 54%のクリミア住民がウクライナがソ連から独立することを指示した。1992年5月5日、ウクライナ共和国クリミア州議会はウクライナからの独立を決議し、クリミア共和国を宣言した。ウクライナ議会は5月15日に独立無効を決議したが、国会艦隊の基地として戦略的に重要なクリミアへの関心を持つロシアは、 独立の動きを支持し、5月21日にクリミアのウクライナ遺憾を定めた1954年の決定は違法とする議会決議を行った。しかし、ロシアで独立を宣言していたチェチェン共和国に対し、1994年にロシアが武力鎮圧を開始すると、一方で自国からのチェチェンの独立を気発しながら、ウクライナからのクリミアの独立を支持するのは、 自己矛盾であるとの国際的批判が高まり、ロシアはクリミア独立運動への支援を取りやめた。その結果、クリミア内での独立運動も後ろ盾を失って、急速に沈静化し、またウクライナ側でもロシアに敵対的な民族主義政党の活動が和らいだため、クリミア議会もウクライナ共和国内の自治共和国であることを認めるようになり、1998年に、 クリミア自治共和国憲法が制定された。またこの時期には、ロシア人とウクライナ人の対立に加えて、クリミアタタール人の故郷機関と権利回復に関する問題が発生した。ペレストロイカとソ連崩壊によってクリミアへの帰還を許されたクリミアタタール人は徐々にクリミア自治共和国に還流しており、1990年代には全人口の1割から2割に達した。 彼らの先祖の土地返還の訴えや、イスラムへの回帰は、地元のロシア人らとの間に圧力を生み出した。2013年から2014年にかけて、ウクライナ経済の低迷をきっかけに、ウクライナ国内で、シンロ派と、親欧米派の対立が激化し、2014年2月24日、ビクトル・ヤヌコービチ政権が崩壊する。ヤヌコービチ政権が崩壊し、 暫定政権が発足するが、クリミア自治共和国では、暫定政権への移行に反対する親ロシア派のデモが拡大し、反ロシア派住民との間に衝突が発生した。2月27日、武装勢力が地方政府庁舎と議会を占拠。翌日には、首都シンフェロポリの空港が占拠される。ロシアは否定しているが、この武装勢力は、ロシア軍である可能性が高いと見られた。 ロシア系武装勢力が占拠する中で、クリミア議会は、ウクライナの暫定政権を承認した、当時の自治共和国首相を解任し、新ロハのセルゲイアクショーノフを新首相に任命した。3月1日、ロシアが自国民保護を名目に、本格的に軍事介入を開始し、以降ロシアが半島を支配している。2014年3月11日に、 自治共和国議会とセバストポリ市議会は、クリミア独立宣言を採択した上で、3月16日には、ウクライナ内の自治共和国に泊まって、自治権を拡大するか、ロシアに編入されるかを決める、住民投票を実施した。その結果、ロシアへの編入が賛成多数となり、翌17日には、クリミア共和国として、セバストポリと共に独立し、主権国家として、 ロシア連邦と権限分割条約を結び、ロシアの連邦構成主体として編入されることを求める決議を採択した。ロシアのウラジーミル・プーチン大統領は同日中にクリミアの主権を承認する大統領令に署名し、翌3月18日、クリミアのアクショノフ首相と編入に関する条約に調印した。プーチン大統領及びクリミア共和国は、 条約署名をもって、クリミア共和国及び、セバストポリ氏はロシアに編入され、ロシア連邦の構成主体になったとの見解を示しており、一方で、クリミアの独立とロシアへの編入を認めない、ウクライナとの間で論争が続いている状態である。クリミア自治共和国は、クリミア自治共和国最高会議と呼ばれる議会を最高機関とする。1994年に、 自治共和国大統領が議会議長に代わり設置されたが、1995年に廃止され、再び議会議長が置かれるようになった。行政は閣僚会議が司さどっており、最高会議によって任命される首相がこれを代表する。クリミア自治共和国最高会議による独立決議の直前に、ウクライナ議会はクリミア議会の解散を決議しており、 ウクライナの国内法上は議員及び首相が不在の状態である。2014年以降、ウクライナはクリミア半島の統治権を事実上失ったが、クリミア自治共和国における常駐大統領代理者という役職は継続され、名目上はクリミア半島を統治する人物が指名され続けている。首都はシンフェロポリで、主な都市はヤルタ、ケルチ、バフチサライなどがある。 半島最大の都市セバストポリは、軍港地区をロシアが2042年まで咀嚼している、ウクライナ政府直轄の特別市で、自治共和国に含まれない。クリミア自治共和国へ、ルソン州セバストポリロシアアゾフ海国会あるした、アルミアンスクバフチサライ軍、ベロモルスク軍ジャンコイジャンコイ軍にエフパトリアケルチ、キロフスク軍クラスのグバルデースク軍クラスのペレコプスク、 クラスのペレコプスク軍、レニンスク軍、ニジネゴルスク軍、ペルボマイスク軍、ラズドリヌイ軍、サーキサーキ軍、シンフェロポリ、シンフェロポリ軍、ソベツキー軍、スダクフェオドシア、チェルノモルスク軍、ヤルタ2001年、ウクライナ国勢調査によるデータ。コンスティテューション・オブ・ウクライナ・ウクライナ憲法の公式英訳。2014年3月12日閲覧。共同通信社、クリミアが、 独立宣言住民投票後にロシア編入へ全国新聞ネット2014年3月11日へ閲覧時事通信社クリミア議会が独立宣言イコール住民投票控えウクライナ時事通信社2014年3月11日へ閲覧エージェンスフランスプレッセクリミア議会ウクライナからの独立を決議クリエイティブリンク 2014年3月11日閲覧。ロシア大統領、クリミア編入を、表明両者が、条約に署名。朝日新聞。h t t p w w a s a i c o m articles、a s g 3 l 5 4 v f g 3 l ビー0 0回 html2014 年3月18日、閲覧。ロシアの声。 rules.org, r,、U L e、r ウクライナ。2014年3月30日閲覧。ウクライナ議会、クリミア議会の解散を採決。 日テレニュース 24http コロンスラッシュスラッシュ www.news24.jp スラッシュアーティクルズスラッシュ2014スラッシュ03スラッシュ16スラッシュ10247562と html2014 年3月18日閲覧 w o r l d s t a t e s m e n o r g オートノマス・リパブリック・オブ・クリミア・イン・エグザイル w o r、l d s t a t、e r l d s t a t e s m e n o r g 2 0 2 1年7月12日閲覧。ウクライナ国立統計委員会2001年ウクライナ国勢調査ウクライナの総人口2011年12月14日閲覧。ウクライナ国立統計委員会2001年ウクライナ国勢調査 ウクライナの都市人口、農村人口。2011年12月14日閲覧。ウクライナ国立統計委員会。2001年ウクライナ国勢調査。ウクライナの性別人口。2011年12月14日閲覧。ウクライナ国立統計委員会。2001年ウクライナ国勢調査。地域別民族構成。2011年12月14日閲覧。 ありがとうございます。